皆さんこんにちは、さくらこです。今日はですね、じゃ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 ん、東京ミステリールームというところで、なんと新体験脱出ゲームに来ておりますけれども、なんと一人ではありません。この方をお呼びしました。どうぞ。うわで、今日はイエーイ、ダブル大原で、はい、ちょっと脱出ゲーム楽しみたいと思います。この間まで、はい、誰の果ての僕らというドラマと、あと結婚予定日というドラマで共演させていただき、連続でね、そう、ないよね、ない、初めて、私も初めてだし、名前っていうか名字一緒だし、みたいな、もうとても深いご縁を感じております。ありがとう。え、脱出ゲームしたことある？1回だけある。あるんだ、うん、私は人生初めてです。そうだ、ね、なんでちょっと怖いけど、うん、っていうのに身を委ねて頑張りたいと思います。はい、脱出するぞ。脱出するぞ。桜っ子、でもカミングスーンだって。で、今日やるのは、でででででん、新大久保食堂です。うん、あ、ほんとだ、2.5。 うわ、うん、隣のやつめっちゃむずいじゃん。え、 4.5？ 初心者にはちょっと。東京ミストではですね、お二人お部屋にお連れした後、我々がお二人にこれをやってください、この謎を解いてくださいとお伝えすることはございません。お二人ご自身お部屋入ったら、まずはお部屋の中しっかりと調べて探索していただく必要があります。はい、ある日店の前を通ると、閉店後にもかかわらず鍵が開いていることに気がついた。人気の裏には何か秘密があるに違いない。気になって店に忍び込んでみたが、それが間違いの始まりだった。世の中には知らない方がいいこともあるのだと。怖そう。大丈夫かな。はい、ではですね、はい、こちらですね、はい、はい、こちらがこの新大久保で大人気繁盛店、新大久保食堂でございます。ただ今電気が消えていて閉店しているようなんですが、扉見てください。扉、はい、鍵開いてます。へぇ、はい、ちょっと開けてみましょう。え、いいんですか。はい、怖いよ、押したりしないで。怖い怖い、何、大丈夫かな。いや、いないいないいない。今であればこのお店がなんで人気なのか、その理由がわかるかもしれないので、はい、ちょっと入って調べてみましょう。はい、え、もうこれで絶対閉められるじゃん。怖いよ。じゃあ行けます。え、閉められるのこれ、もう、うわー、やだやだ、なになになに、怖い。え、暗くない？閉まった。あ、そうだろ、おい、なんか言ってる。この髪が閉まっちまった。誰か、めっちゃ暗い。ここから来ないとまずいぞ。やばいね。え、じゃあこれでいいのかな。え、でもこれ手触れちゃいけないよね。ってことは下？電気はどこだ？確かにそうだ。電気はどこだ？電気どこ？ドアロック？違うよね。あ、いた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 。何？何これ、つなげるんだ。これ虹色、虹色、え、なんかちょっと待って、赤、3、1、7、水色3って書いてあるね。水色3ないよね。待って、全然わかんないよ。あ、殴り？ねえねえねえ、赤、黄色、ブルー、紫。すごい。え、あ、やばい、マイナス9。5ある5、1。なんで黒なんだろうね。え、ほんと、これだけ謎なんだよね。待って、分かりそうで分かんない。一回適当作戦、つくわけないよ。ダメか、つくわけないよ。待って、ヒント聞いちゃう。ヒント聞いちゃうか。もう12分経ったね。そうだよね、結構やばいよね。聞いちゃおうか。うん、もしもし、ヒントをください。4つの数字と4色の、色のついた丸ですね。まずその4つの数字と丸が
お分かりでしょうか。あ、分かった。赤が1ってことだ。あ、分かった分かった分かった。この子がここだ。え、すごい。これで来るんじゃない？いくよ。うん。一番目が赤だよね。いきます。はい。あまずはキッチンの。うわさくらっこ。あ、キッチン入る前にエプロンを着ることって書いてある。家のエプロン着て、似合うからこの後お皿を正しい位置に並べよう。あ、お皿、それこれだ。やっぱやっぱそれ。あ、これさ、うん、数字関係ないか。あ、あ、でも3。ねえねえ、でも待って、ねえねえ、ブルーと、そうだ、こうで、こうで、こうどう。あ、あ、いいんじゃない。え、でも何も変化ないよね。でき、お皿の枚数が、分かってきます。まずはお箸の本数、正確に数え、数字に置き換えてあげてください。赤、じゃあ、じゃあこっち、いい、うん、待っとく、待って、ん、え、しめしめ、思った通りじゃないか、大当たりだ。お、メイズだ、なんかありそうだ。レジに何かで嘘。あ、うわぁ、ついた。おは三角赤。これ鍵入れないと開かないんだ。レジの鍵はポストに。え、でもレジの鍵はポストにってことは外だよね。電話、え、なんか電話鳴ってる。あ、うん、すごい。リン、見る。こっちだった。嘘。あ、待って、うん、ワード、鍋見る。でも鍋見た、そしたらチャミスルを見てってなった。これ見るじゃん。本数、本数、2のしろろのやの31、35、なんでボケた。残り時間10分を切っております。お二人進捗いかがでしょうか。まだ進んでおりません。はい、ではここでお二人に、ボーナスタイム突入です。ここからですね、ヒント改めて2回追加可能です。一つお願いします。さくらっこ、分かったかもしれません。やってみます。はい、頑張ってください。はい、最近新しく入った店員のランさん、不愛想だし。ラン、え、あ、そうか、これこれランさんじゃない。ほら、佐々木ランさん。
なんかこんな気がするけど。確かに。確かに。ねえ、そうだよね。え、待って、これで電話してみる？確かに。これは意味ない。確かに。え、どう？わかんない。あ、意味ないや。え、ランさんが何なの？待って、あと1分もない。やばい、あと30秒。開かない。なんで？やばい、あと22秒。やばい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 、カラオケボー、やばい、キュー、ハウス、やばい、怖い怖い、ね、今度これ脱出できなかったのに。3、2、もう終わった、ごめんなさい、怖い。ということで、無事脱出成功しました。やだー、よかった一生でやりたいんじゃない一生懸命なりすぎてカメラのこと全部忘れてて、そうそうそう、ちゃんと撮れてるか心配。すいません、削れとか。すいません、本当に。ということで今日はここ
東京密室新体験脱出ゲームの北新宿店さんで遊ばせていただきました。怖かったね。怖かったいやでも面白かったし頭めっちゃ使いました。本当湯の大活躍。いやいやいや、サンクちゃん助けられました。ありがとうございましたこの後ですね、なんと湯のちゃんのチャンネルの方でゆったり焼肉食べましょうか。嬉しい慣れ果てからずっと言ってた念願の二人焼肉。二人焼肉行きたいと思います。ちょうどお腹も動いてすぐ。本当だね頭使ったしね、うん、じゃあ行ってきます。バイバイ。